プラットホーム南口改札北口改札桃谷駅は大阪府大阪市天王寺道を堂し芝一丁目にある西日本旅客鉄道大阪環状線の駅である。駅番号は JR 大霊山。駅シンボルフラワーは桃の花である。相対式ホーム2面2線を有する高架駅で分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。改札口は 南口と北口の2カ所にある、鶴橋駅が管理している JR 西日本交通サービスによる業務委託駅、アーバンネットワークエリアに入っており、移行化が利用できる。また、JR の特定特市内制度における大阪市内に属する駅である。2015年から2016年にかけて JR 西日本が手掛ける大阪環状線改造プロジェクトの一環として、 当駅構内及び駅周辺のリニューアル工事が行われた。その後、同年8月31日に高架下のエリアに商業施設ビエラモモダニが開業し、同日には駅コンコースとビエラモモダニとの利便性を向上するために駅北側に新たに改札口が新設された。長らく乗り場番号が存在しなかったが、2006年9月中に乗り場番号が付与された。 大阪環状線改造プロジェクトの一環として、2015年3月22日から、付近でライブハウス米放射を経営していたというゆかりのある、川島英語の代表曲、酒と涙と男と、女が発射メロディとして使用されている。2019年度の1日平均乗車人員は18,140人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。 かつては赤バス、イクのループも停車していたが、2013年3月31日をもって廃止された。東におよそ550メートル、桃谷本通り東商店街を抜けた先の大通りのところにある。出店。ありがとうございます。